でした。お祭りみたいになってるね。あ、もうやってんのかな、何かが。どこやってんじゃん。七夕がすごいね。七夕がすごい。七夕？七夕じゃないの。七夕祭りって書いてる。もう開いてんのかな、あれ。似てるわ。誰に？似てる。もう食べる？受付みたいなのあるのかな？きっとここだよね。あ、システム書いてる。元祖の店なんじゃない？野外の席。これだね。あっちがあれだね、通りや座席、座敷だった。せっかくだし30度ぐらい、ないね、26度ぐらいか。まだね。日陰の方に移動する？車、うん、なんかそっちの方がいいかも。そうだね。この辺する？
当広いね。今はまだ開店前。いや、開店してやっと10時ですね。トイレ？はい。荷物はないんだけど、お茶に毒入れられないのに貼って。まあ、そういう人いるかもしれないしね。毒盛る人。うん、妻は毒を盛られるのを心配してます。盛られたんですか。iPhone SE、なんかいまいちわかんないですね。来たわ。おー、来ましたね。山賊。山賊。これが山賊ですか。何の笑い？いや、よく撮れたよーって。でかくない？おにぎりでか。2個頼まなくてよかった？足りないんじゃない？いや、もうお腹いっぱい見ただけで。いいかい？はい。海賊の山場。いいよ、食べて。冷めちゃうよ。すごいね。すごくないこれ。結構鳥だな。山賊っぽいわ。美味しい。結構甘めのタレ。手拭くの忘れてた。一回一回解説ありがとう。すごいな。なんか入ってるね。のりがちぎれないのと、ちょっと真ん中が遠いね。それさ、おにぎりの海苔さ、1枚使ってるじゃん、四角いやつ。折りたたんで。お、中入ってるね。よかったね、グーアリで。100件。
かけおにぎり。おにぎり3つ分ぐらいあるんですね、これ。すごいわ。顔映ってらっしゃるけどいい感じだよ。山賊だもんね。ヒゲ山賊。いつも顔出しん、はい、浜田さんって言うの。あ、違いました。あ、ごめんなさい。なんで浜田さんに聞こえた。びっくりしちゃった。そうだよね、もう来たもんね、全部。トイレ行った時に追加注文したのかな。すいません。ちょっとアミノラしか寝ないの。あ、タレつけるの忘れてた。これ大変だね、食べるの。肉は結構普通なの、うん、なんか雰囲気、雰囲気、うん、雰囲気。おにぎり食べないの。ものすごく近くまで行きますから、絶対手を伸ばして触らないように、お願いします。それだけです。ほっ、なんでそんなに後ろで見るんですか。前来てくださいよ。まだ前空いておりますんで、はい、歩こう。ほっ、ああ頑張って。ほら、さあ今ご覧いただいているのはですね、彼が一番初めに覚えた芸、二足歩行でございます。ほっ、待て、ほら、はい、待って。どっかあったっけメニュー。温泉卵、あ、するわ。これ、なんかあれみたいな、あるんですか。万年餃子。あの青森のさ、お菓子なかった。あたりが入ってるやつ。はい。芋くじ。そうそうそう。あれ、あたりなんだっけ、あんこ入ってる。うん、あたりは大きいの。そう。親子とかさ。短冊企画、うん、短冊書きました。せーの。同じことか。見える、光が反射した。
北海道に帰れますように、うん、無事に家に帰れますように、帰りたい人たちこれをです、ね、願いなのこれ、すごいだろ、確かにすごいいっぱいあるね、なんかいっぱいないの、こっちもいいの、撮ってんの、ちょっと難しい、嬉しい？なんか汚くないですか？写真撮ってくれるんじゃないの？動画で？動画じゃなくて写真が良かったの？エンター。エンター。そんな。なるほどね。ロープウェイ手元行ったことあるの？はい、当時の彼女、当時の彼女って言ったの、うん、遠藤さんって言った、遠藤さんと一緒に行ったの、うん、遠藤さんと行ったんだ、そうだね、珍しくね、人と旅行行くっていう、そうか、冷たい。サンダルが気持ち悪くなってきた。
入らなきゃよかった。渡るよりも遠くから見た方がさ、うん、船もあるんだ。もう迂回って書いてるから迂回やってんじゃない？迂回ってさ、うん、鳥？鳥。おお、これはすごいね。鳥。一旦やるか。宿とかやればすごい儲かりそうだけど、はい、あるか。で来たはずだな。遠藤さん。ここ通ってロープウェイ、ロープウェイ、うん、ここ通ってなかった。これだね。
ありがとうございます。夏みかん。美味しいですか？うん。夏みかんって、ハニーでも食べれる。そうだ、あそこしかないとか言って。うん。どこでもあるじゃねえかって。調子屋ってどこなんですか？しょっぱいのかな。